はい、どうもこんにちは、エコルです。今日はめっちゃ美味しいって話題になってるね、魔法石発光魔女オールスタースーパーゴテス引いていこうと思います。はい、けど、まあ、星7フェスゲームもピックアップ 1.5% ということで、まあまあね、美味しいと思います。ノルザもね、アルジェもね 1.5%、 ファスカもネレも 1.5% だから、まあ言うなら16分の1ぐらいですね。 6% でまあ大魔女が出ると結構美味しいと思います。で、まあリーチとかっていうね、あの大魔女かっこ下位の方もね出ると思うんで、まあかなり美味しい数になってると思います。でですね、フェスゲンのピックアップ率ですねが、1.5% なんだけど、だいたいね、ちょっと一回見てみるね、全部多分 27% ぐらいかな。だから魔法石8個にしてはまあ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 美味しいと思う、全然。まあ、大体だから魔法石10個の場合が 35% とかなったじゃん。まあ、だから大魔女が出る代わりに少し確率は下がってるけど、それでも 27%、 だいたいいつもの石10個と同じぐらいの確率には総合的にはなると思います。まあ、かなり美味しいと思うんでね、引いていこうと思います。まあ、16分の1で大魔女ですからかなり美味しい。あ、ちなみにさっきのはね、あくまでフェスゲンのピックアップで、俺戦国シリーズあれ何一つ勝ちないと思ってるんで、このシリーズ、まあ、もちろん強いですけどね、ほぼほぼ使う機会がないんで、僕はここはピックアップから外してます。なんか運営が当たり前のように戦国シリーズをピックアップに入れて強いみたいな感じでしてますけど、僕は弱いと思ってるんで、フェスゲンのみのカウントだと 27% ぐらいですね。で、いきなりまあソニア来ましたね。まあ、確率さえはまあ悪くないんで、大魔女さえ出ればって感じかな。一応大魔女コンプ狙いね、俺は。ちなみに今日は、まあ、今日はあわよくば大魔女狙ってやろうと思ってる。上杉とかね、1体までは使えるんですけどね、2体目以降ほぼ使わんからね、ほぼ使わんから。やっぱね、ちょっと戦国シリーズは結構しんどいんだよな。まあでも言うて他は普通のフェスゲンでありますから、まあ全然ね、キャラ自体は悪くない。まあ出てほしいよね。さあ行こう。まあ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 、今のところミドルソニアだけか。まあまあまあ、まだ最初だから全然気にせず行こう。まあ、序盤はね、まあ遊びだから軽く引いていけばいいわけよ。やっぱこのシリーズ本当ハズレのくせに出てくるような、いらねえんだけど、この 1.5% だったらフェスゲン出してくれよ。このシリーズマジでね、本当にいらない。俺は、特に俺はね、もう俺全部持ってるし、なおさら使わんからマジでいらん。フェスゲンは全部欲しい。結局フェスゲンってさ、交換の玉じゃん。何より結局ね、交換玉ってオーディンじゃん。普通に交換玉って何体いても損しないからね。オーディン出るんだね。これ星5発言もしかしているのかもしれないな。やば、何体いてもいいからな。今んところ引きゴミだね、マジで。発言が1体だけ、まあ、星5発言はほぼ脳幹なんで、正直交換にできない時点でいらないんで、今んところ発言1体だけか。ちょっと渋いな。まあ、特に大魔女世代って意味ないですからね、このシリーズ、このガチャは。いらないね。結構引き悪い感じではあるよな、実際。この引きだったらちょっと引く価値ないんだけど、まあ、ここら辺から巻き返してほしい、正直。大魔女伝と意味ないからね、本当に。さあ、残り40連。もういきなり12連引いちゃいましたね。今んとこ、フェスゲン1体だけと。めちゃめちゃゴミやね、今んところは。ガチャ運。ゴミ引きしてますね。おお、グンダリじゃん。俺、グンダリ持ってないんですよね。ナイス。これだと転生グンダリ作れるの。あの、グンダリね、間違って売っちゃうんですよね、毎回。で、自分が作るの忘れちゃうっていう。今回で、なんとか確保できましたね。あれ、フェスゲン出ないね。やっぱり石8個とだけでそんな出ないもんかね。結構、渋いな。久々にゴッドエース爆死してる感じあるぞ。おっと、これ実は確率 27% ないな。実際はこれ 2.7% なんだね、実際の話。頼むぜ、こっから。おお、ちょっとこれしんどくない？ちょっと引きしんどいよ、これ。魔王絶対して、普通に。まあ最近ゴッドエースめちゃめちゃ引き良かったから、あんまり文句言えないけど。おお、ベロアいいね。こいつ交換玉に使えるから普通に嬉しいんだよね。星7フェスゲンいいですね。やっぱ星7フェスゲンは何体やっても困らんからね。うん、ブリドラ昔欲しかったですね。ゼロ対処理だったんで今はいらないですね。さあさあさあ、まあこのペースを持ち直してフェスゲンどんどん出していってほしいけど。はい、ゼラナイス。大魔女いいね。ゼラは嬉しい、普通に嬉しい。ゼラはやっぱり何体やっても困らん、マジで。20体30体欲しい。なかなかね、この星5フェス、星5のガチャキャラが出た時の反応に困るんだよな。あの、ちょっと使えるキャラとかがいたら全然いいんですけど、ちょっと使える星5のキャラってもうすでに作ってるんですよ、正直言って。超転生のキャラね、バスルとかさ、フォレスとかさ。で、それ以外の星5キャラって、まあ、使わないからもちろん放置してるわけなんだけど、なんかそのキャラが出た時に何も反応できないよね。あ、別にいらんしなみたいな。多分普通にガチャ引いてる人あるあるなんじゃないかな。星5出た時だから、 DMC で言うと、あの木のおばちゃんが出た時にさ、マジで無の反応になる。感情がなくなるよね、感情が無になる。お、ソニア、フェス現列渋すぎん、これマジで出なくね。
だ実際このさゴッド S が来るってことは今日の公式放送多分火の大魔女、まあ、来ない可能性が高いと思うんだけど、さすがにこれでもし火の大魔女出したらもはや炎上するレベルだと思うから、おーファスカナイス、よーし、あーもうちょいファスカについて話したかったのに、やったファスカ出ましたね、1体目やっと大魔女1体目。まあ16分の1っつってましたけど、だいたい今まあ27回ぐらい引いたんで、まあまあまあ確率は明らかに下回ってますけど、とりあえずまあ出たね、まずは1体いいね。まあ正直言うとノルザ欲しいんだけど、まあ、正直言うとノルザ欲しいっていうのを黙っておけば全然いい。アテンいいっすね、多色最強キャラいいね。アテン、アテンはマジ何体やっても困らんからね本当に。さあ来い来い来い、ノルザ、うん、いらない、いらないキャラにはいらないっていう遊びしようかな。いやでもあんまいらないとか言いたくないんだよな、キャラに。いらないキャラなんていないって言われたら確かにってなるからな。いらないキャラなんていないからね、パズドラに。いらないよこいつはいらないな。あ、俺ルミエルはいるから、この子はいらないわ、嘘、いる。ルミエルは普通に使える、ルミエル結構好きだからな、キャラとしては。まあ、ちょっとはまる場所がね少ないからね、あんま使えないんですけど、いらないね。かつするその武器の部分が普通に見た目気持ち悪くて僕苦手なんですよね。集合体みたいな感じでちょっと普通に無理なんで、結構本当に嫌いなキャラっていう、あの普通に絵とかが嫌いとかじゃなくてキャラが嫌い。リューネナイス、オッケーいいね、リューネはもう本当に最高、ただただ交換玉ベストナイス。さあ来い。じゃあ大魔女だけどお前は違うんだよ、お前別に2体いればいいキャラなんだよな、ゼラじゃないんだよな。やっぱノルザールでしょ欲しいのは。いや、ちょ、だからお前じゃないって言ってんじゃん。ファスカ切れてるだろうな。出てきて、よし、出てきてやったぞって言って今、そんな顔できてんのに、お前じゃないって言われるのめっちゃムカつくだろうな。でもお前じゃないんだよな。ファスカさっき出てくれたからもういいんだよね。そう。さっきね、君出てくれてたんだよ、実は。君の友達が。ちょっとね、正直ファスカは違うんだよな。やっぱ、ノールザ・アルジェ。欲しいな。てかこれマジで引き悪いね今日。なんかファスカ2体出てるからバレないようになってるけど、実際の確率で言うとこれフェスゲーム全く出てないですからね。序盤の分全然取り返してないんだよな今のところ。まだまだちょっと取り返していきたい感じはあるんだけど、このままだと多分そんでもない爆死で終わると思う、確率的に言うとね。まあ、結局風邪引いてるんでキャラ試合はもちろん出るんですけど、おーねーナイスー、いいね、キャラ試合は結局ねいっぱい出るんですけど、実際引きがいいか悪いかで言うと結構渋いな今日は。さあ来い。はい、インドラいらない、転生インドラ強いけど作った、超転生インドラも作ってんだよね。さあ来い。さあ残り8010連ですね。まあ、残り10連で大魔女何体出るか予想するか。いや俺の予想はこっから2体来ると思う、マジで。俺はこっから2体来ると思うよマジで、これガチね。普通に俺の予想は2体出ると思う。さあ残り8回、残り9回ですね。ここでほらまず1体ね。でしかももうファスカっていう言ったけど、あれだ、こっからファスカ2体引いて艦隊作るから、マジでもうファスカ2体引くわ今から。もうだったらだったらファスカ2体引いてやるよすいません、こっからファスカ2体出る確率ってマジで確率やばいよね。52回引いて 1.5% を 5, 1.5% を5回引く確率ってやばくない？だって理論上1回引くだけでもすごいからね、66分の1だから。それ3回引いてるって結構やばいからね、66分の1を今3回引いてるからね、すでに結構やばいから。この子誰なんだろうね。あ、アルリシャって言うんだ。なんか使ってこそなさすぎるキャラってわかんないんだよね。たぶんあと1体は出ると思う。大魔女。あの、あれね。アルジェ、ノルザ、ファスカ、ネルのどれかね。が出ると思います。で、いいですね。シレットリューネ、フェスゲン。さあ、残り4回。さよなら。残り3回。頼む。賞味、ノルザが欲しいです。おー、まあ、アデューはもう実質大当たりだわ。ナイス。まあ、アデュー、まあ、最近でも正直俺ハロウィンマデューの方が好きっていう話はまあ置いといて。まあ、全然いい。まあ、つまりこれ最後で、ファスカ、ネレ、アルジェ、ノルザンどれかが出て終わるという感じでね。まあ、ということで今日はね、大魔女ゴッドエースを引く動画でした。誰だよ、お前。まあまあ、でもまあいいでしょう。で、結果、どんな感じだったんだろう。まあ、渋い感じは結構したから何とも言えないんだけど。こっから引き始めて、ソニア出て、そっからバーって爆死して、で、次出たのがベロワか。ベロワ。で、次ゼラ。で、そして次、アオソニアかな。で、ファスカ。で、イルム、アテン。
で、リューネ、ゼラ、ファスカ、ミドリソニア、ミズネーレ、ファスカ、リューネ、マデューって感じでした。だいたい52分の15なんで、確率で言うとだいたい 28% とか、まあじゃあまあまあ出てんじゃね、まあじゃあいっか、はい、そんな感じでした。はい、ということで終わります。だいたい 28% とか、まあじゃあまあまあ出てんじゃね、まあじゃあいっか、はい、そんな感じでした。はい、ということで終わります。